はい、皆さん、こんにちは。アジアで生きてる、ケイちゃんです。アジアで生きてる、日本のケイちゃんです。ということで、えー、今回ですね、昨夜、えーまあ、一時帰国いたしまして、えー、2本目ですね。 え、帰国してからの2本目の動画になっておりますというようなことでですね、え、帰国して早速ですね、え、本日火曜日なんで、毎週火曜日っていうと、え、女性週刊誌がバババーっと出るもんですから、え、昨日ね、帰ってきたのかなり遅かったんですね。本当に終電が間に合うかなーみたいな時間で帰ってきたんですけど、なんとか間に合って、え、昨日までちょっと寝たのがですね、夜の2時ぐ、もう、もうね、日が変わってですね、2時ぐらいだったかな。 実際に寝たのがですね、なんですけど、ちょっと4、5時間だけ寝てね、早速朝早く起きて、近い、私のその自宅にある近いコンビニでも行ってですね、週刊誌買ってきたみたいな感じなんだけど、今回はね、女性自身じゃなかった、週刊女性です。週刊女性の話なんですけどね、まず表紙こんな感じ。でですね、表紙にある通りですね、やっぱり目を引いちゃったのは一番上。 カコさんは一人暮らし、えー、実際はですね、えー、破綻した計画ということで、 今までですね、えー、各ね複数の、えー、特に週刊誌を中心にね、話が出ておりましたけども、どうも佳子様に関しては、えー、10億円の一人暮らしじゃありませんけども、ご,かご家具書にね、そのまま居残るみたいなことがね、あってですね、これに関してはいろいろ批判が出ておりました。私もはっきり言って批判いたしました。というのもね、えー、今までですね、えー、その新しいね、赤坂のメルサイユ宮殿に関しても、えー、4人のご家族、ね、がお住まいになるということ で設計をされていたんでしょうっていうようなことを。 にもかかわらずですね、そういったことで設計費用とか出てるわけだよね。っていうようなことにもかかわらずですね、それがね、一種のわがままによってね、ご家具書で一人暮らしっていうことになれば、それはね、じゃあそこの設計した分に関してはどうなんですかみたいなね、それこそまた税金の無駄遣いみたいな話になりますから、それはあくまでも、えー、わがままなんじゃないんですかっていうことで、私もね、そういった話はさせてもらいました。えー、なんですけれども、今回はですね、ちょっとね、このね、 え週刊女性の記事に関してね、おかしいんですよ。えー、違うこと言ってるんですね、えーで。さっき言ったようにですね、このね、一人暮らしっていうのは複数のね、えー、メディアが言ってたもんで、ああ、おそらくそうなんだなっていうことで、もしかしたら情報源は一つかもしれないけど、まあ事実、事実なんじゃないかなっていうことでね、皆さんも思われてたと思います。私もね、事実だと思ってました。ところがですね、今回の女性、週刊女性、まあ、こんな感じですね。 はい、えー。でですね、今ちょっとご覧になっていただいている通りなんですけども、えー、その過去様の一人暮らしの計画が実は破綻していた、みたいなね、そんなような話なんです。えー、破綻していた、どうした、どうして、みたいなね、えー、ことなんですが、まあ、元々のね、過、え、去、ー、様のこのね、別居の騒動、別居騒動というかですね、一人暮らし騒動というか、これに関しては、もう皆さんよくご存知の通り、えー、一応ね、3月末までに、 えー、この引っ越しをね、えー、終了されるというようなことをめどにね、えー、例えば、エネミアご夫妻もしくはエイチ様ムのお荷物に関しては、まあ、少しずつでしょうけども、引っ越しがされているというような中で、カ、え、ゴ、ー、様のお荷物に関しては全然ね、えー、その作業がされていない。ゆえに、えー、どうもカゴ様に関しては、ご家具所にそのまま居残るのではないか、要は10億円の豪邸一人暮らしの生活なんじゃないか。で、なおかつですね、 あの例のね、とんづらいしちゃったエム子さんのね、えー、それこそね、衣装だとか、そういったね、服だとか、そういったね、荷物の管理をされているのが、佳子様だ、みたいなね、えー、そんなような記事も出ておりましたよね。なので、私もちょっと、あれ、ある程度信じていたんですけども、ところがどっこいですね。 えー、まあ確かにね、この、えー、一人暮らしっていうようなことに関しても、やっぱりわがままだろうっていうことだけ結構、まあこの私のね、YouTube だとか、このえー、もしくはですね、まあ他のね、SNS 界隈、まあ、Twitter 等ではですね、これに関して批判が殺到しましたっていうようなこと。要はね、えーまあ、さっき私ね、石鹸の話なんかしたんですけど、当然ね、 今まではご家族が一緒に生活をされるというふうに思われていたのが、当然、あの、過去様が、だけがですね、ご家具所に残ってね。で、そうすれば当然警備費が余計にかかるかもしれない。高熱費も当然ね、余分にかかります。っていうことがあると、当然また税金の無駄遣いなんじゃないのっていう、当然、批判がね。まあ、当然の批判だと思いますけども、そういったようなことが出てましたってことなんですね。 で、そういったようなことに関してですね、実は、ごめんなさい、実は、経営庁委員長の関係者がね、全然違うことを言ってましたっていうのが今回の話です。でですね、ちょっとここに書いておいた通りですね、この話に関しては、あまりにも過去様まにとってお気の毒だなぁというようなことで、なんかため息をつきながらね、経営庁委員長の関係者がなんか言ってたっていう話なんですよ。え、どういうことっていうふうに思いますよね。 で、このね、引っ越し、佳子さまの荷物のですね、引っ越しが滞っている理由というのは、実は一人暮らしということじゃなくて、えー、そうではなくてね、えー、要は今までですね、えー、まあ、特に去年からね、もう数々の公務というかね、もう本当に公務でお忙しい、佳子さま、みたいなね、いちご色の佳子さま、みたいなね、話になっちゃってますよね。えー、なんですけど要はそのね、 ががあまりににもお忙しいがゆえにですね、ご自身の荷物を実際まとめたりだとかね、整理したりだとかそういったようなお引越しの準備が滞っているというようなことっていう、ねえー、ことを、えー、まあこの経営の庁の関係者が言っていてそれに対して一人歩きしているようなこの一人暮らしという話で、なおかつさっき言ったようにネット上ではね、批判が起きているということに関してあまりにもお気の毒みたいなことを経営の庁関係者が言ってるっていう話です。 えー、ということなんですよね。で、まあ、この一人暮らしをね、実際にされるというような話が出たときに、やっぱりね、エ永宮家の中でエーヌミ宮ご夫妻と仲悪いんだわ、みたいなことをね、当然ね、ささやかれたわけです。普通に考えればそう思いますよね。なぜそんなね、新しいところに住まないでですね、えー、お一人で住まれる。要は一緒に住みたくないんでしょ仲が悪いんでしょっていうふうに思うのも普通だと思うんですね。 まあ、というようなことも当然思われてたんですけども、実際そうではなくて、今もね、食卓をね、家族で囲み、えー、ながらお食事をされている、うん本当みたいな食卓こにようなことも、経営調関係者言ってるっていうことなんですね。本当みたいなことですけどね。はい、えー、まあ、そういったようなことなんですよ。決して、その一人暮らしというようなことを考えている、え古佳子さまではございません、みたいなことが書いてるんで書いてあるんだよね。 はい。でね、えー、まあ一番下に書いておきましたけども、実際のタイムリミットね、3月末を目処に引っ越しを終わらせますというようなね、話なので、そのスケジュールを考えると、もうね、本日何日 本日はもう28日、2月のね、というようなことで、もう明日から3月になりますけども、えー、いよいよもってタイムリミットはね、あと1ヶ月ということで、えー、この話、どうなの <laughs> っていうようなことがね、非常に気になりますよね。本当にこのままね、ご家具所に居残るのですかもしくは、やっぱり引っ越しをされるのですかというようなことで、非常に気になりますけども、 まあ、どうなるんでしょうか。果たしてどっちの話が本当なのってちょっとこれわかんないね。はっきり言ってね。あの、見ていくしかないと思うんですけどね。え、それこそ、3月半ばとかね、3月20日過ぎぐらいになってね、今の状態じゃありませんけど、全く荷物がね、運ばれないみたいなね、ことになると、やっぱりというような話になるでしょうし、まあ少しずつでもね、 公務がお忙しい中、少しずつでも荷物をね、えー、なんか移動するような話が出てくれば、あ、やっぱりご一緒に住まれるのかな、みたいな話になるでしょうしね。まあ、ずれにしてもね、人騒がせだよね。はっきり言ってね。ほんと人騒がせ。まあ、こういったような話が出ること自体がね、勘弁してくれよって感じだよね。さっき言ったように、やっぱりね、どう考えたってこれ一人暮らしするってわがままだと思いますよね。 だってさっきも言ったように、もともとね、えー、ご家族4人で住むというようなことで、えー、そのお部屋の設計なんかもされてるし、えー、まあいろいろね金、金をいっぱい使いだとかね、イタリア製,イタリア製の大理石っていう話もあったけど、そういったようなことに、えー、加えてね、えー、実際のご自身たちのですね、その寝室だとかね、えー、ということに関してもね、実際に、えー、そ,れぞれこうそれぞれこうしてくれ、ああしてくれって絶対話があるじゃないですか。そういったようなことに、えー ことで、実際に用意されてるわけだよね。にもかかわらず、これでまたご家具書でね、一人暮らしってなったら、そりゃわがままって言われちゃうわね。というような感じです。まあ、果たしてね、えー、どうなのかっていうことですね。あとはね、これちょっと今ね、お見せしてる中で、えー、下の方に書いてありますけど、まあ、これはね、皆さんもうす,うすというかですね、ほとんど感じられてる方がほとんど、うん、じゃないかなっていう気がしますけど、要はね、 えー、今現在の何でもかんでも露出してですね、積極的に行われている公務、この背景というのはやっぱりね、えー、この例えばですが、江戸屋家の、うん、そうですね、あのマイナスのイメージを払拭するため、で、なおかつやっぱり、うん、一番大きい点としては、この、えー、佳子様の将来的なね、ご結婚の問題。 要はね、ご結婚を、私はお姉ちゃんと違って国民に祝福されたいのっていうようなことがね、非常に強いのかどうかは知りませんけども、えー、そういったようなイメージじゃありませんが、えー、そういったね、祝福を受けたいのというようなことで、えー、ご自身のご結婚のために一生懸命私は公務を今やるのというようなことかもしれないね、というような話です。はい、えー、というようなことでね、えー、この記事、えー、本日発売の週今度は週刊女性。 えー、3月14日号です。私もね、朝早くね、コンビニに走って、えー、購入しましたので、えー、当然まだね、売られていると思います。より詳しいね、私もね、本当にあの、かいつまんでね、えー、その、ぽっぽっぽっとね、その重要な部分だけお話ししてるだけですので、他にもいろんなこと書いております。あるいはね、その皇族の方々の、 え、本日出たね、女性自身だとか、週刊女性もそうですけど、写真とかいっぱいありますのでね、そういったような、例えば、えー、天皇皇后両陛下のお写真だとかね、もしくは年のみ愛子様のお写真とか、それをちょっとね、えー、購入するだけでもなんかいいかな、みたいなね、そんな感じで私も、えー、週刊誌買ってきましたけども、もしね、皆さんご興味がある,あるようであれば、ぜひね、コンビニへ GO! いつも行きますね、コンビニへ GO! みたいなね、そんなことじゃないかなっていう感じです。 はい、えー、ということでまた皆さんね、これどう思う <laughs> 本当に引っ越しするのかなもうわかんなくなっちゃってきましたね。うん、本当にね、これ、今朝これが出るまではね、だって複数の週刊誌等が言ってましたから、ああ、やっぱり一人ぐらいするのってことで私も批判したんだけど、なんか今朝のこのね、 週刊女性見たら、この経営値関係者もね、うん、まあこういったこと言ってるっていうだけでしょうけども、でも、本当にこれをね、こういった形で週刊女性の記者の方が、この関係者の人に取材をしてるでしていてですね、こういった回答であると、うんってね、うんじゃあやっぱりないのみたいなね、風にも思えちゃうよねって感じですね。まあ、さっきも言いましたけど、いずれにしても人騒がせっていうようなことだと思います。はい、今回もね、ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。